はい、こんにちは、ザツです、今回はですね、フェリーで弾丸の日帰りの船旅で大分は別府に来ました。別府の名所の地獄巡り7カ所あとですね、美味しいお寿司屋さんに行きました。可愛いお猿さんなんかも見てきましたので、最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。大分のフェリーターミナル、最寄り駅は JR の西大分駅になります。ターミナルからですね、歩いて5分ほどで到着いたします。また見てください、この駅舎、とても素敵な駅舎でした。と目の前に大分行きの電車が、なんとタイミングの悪いことで、あと20分待つやん。20分で来ちゃいけるな。なかなか最近の駅ではこういう眺めが見られませんよね。西大分駅から隣の駅、大分駅へ向かっています。大分駅ではレンタカーを借りる予定にしてました。それでなんで大分駅かと言いますと、別府でもレンタカー探したんですけど、大分駅の方が豊富にありまして、安くで借りることができました。それでこの駅舎ですよ、とても大分駅の隣の駅とは思えません。で貨物なんかがいっぱいありまして、輸送なんかの重点の駅かと思われます。この光景ちょっと懐かしいなと思ってみましたら、私の故郷の一つでもある延岡に似ています。まあ延岡はもう少し大きいかなという感じですが、電車が到着いたしました。215系というんでしょうか、ピカピカですね。しかしこのホームとの段差はなんとなく懐かしい感じがします。私が学生の頃に比べればだいぶマシになったはずです。特急のステップに合わせて作るので子供なんかは大変だった記憶があります。そして西大分駅を出発します。小さい駅の割には路線数が多いですね。通過する特急の数も多いのでなかなか見応えがありました。そしてまあまあすぐに大分駅に到着するんですけど、大分駅ってまあまあ大きいですね。そしてこの音懐かしいです。 ATS が作動しています。あ、新幹線見たやろ、883系、パーパー3系、振り子、制御式振り子装置。それってどうやって持ち上げるの？ね、こうやって。はい、レンタカーを借ります。はい、こちらのレンタカーなんですけども、1日6000円で借りることができました。まあ観光地慣れというか、今の時期だからなのかでしょうか、こういう時は非常に便利ですね。なんとですね、また乗ってきたサンフライに戻ってきました。そこからですね、別府に向かっていきます。この道路がとてもとても気持ちよくてですね、まあ大分から別府の間の道はこんな感じです。そして別府市街地に入ってきます。別府もですね、古い街並みと新しい街並みが融合してですね、とても素晴らしい街になってました。
小学生が2名と、大人が2名。雪地獄と鬼山地獄と、こちらで説明しておきますね、はい、鬼地獄ここ1箇所目で終わったら出てもらって、はい、次がそこの3、そこを今度は登っていくと2番目坊主地獄で、はい、2つ終わったら車でここ出てもらって、はい、信号すぐ左に入るとかまどんでも出るんで、はい、かまどか鬼山に車止めていただいて、はい、1、2、3箇所も近いので歩いてもらって終わったらまた車で血の池の方に移動されてくださいね、はい、じゃあ大人の方はこれパンフレット、はい、じゃあお子様たちはこれスタンプね、はい、スタンプ巡りがね、スタンプやる、小学校6年生だ、小学校は分からんわ、だから今プシューってなるの、ボカーンって爆発する、あれ、お守りがあるよ、ほら最後のもあるよ、欲しいな、あ、見て真ん中は開いてるね、盛り上がる、円満軽い薄い長い温泉県大分のシンフロタオル、なんでシンフロなのか、ビール、わあすごい、真っ白で何も見えないじゃん、あれこんなんやったっけ、はい、海地獄到着しました、青いです、エメラルドグリーンですね、すごいですよ、なんか奥の方で間欠泉みたいな感じでボコボコなってるんですけど、で気温が低いからか真っ白けで何も見えません、あ、色が見えてきましたね、すごいです、私これ20年ぶりぐらい来ましたけどやっぱりすごかったです、ということでしっくりちょっと他回っていきます、真っ白ですね、吹き出し度98度あるみたいです、ほとんど熱湯、あ、すごいね、あ、こんなんなってんだ、硫黄の匂いがすごいけど真っ白けやな、なんかちょっと太陽の光浴びて神秘的やね、行ってみよう、えらいな、こんな感じなの、これ夏とかあったらほら真っ白けじゃないからさ、もうちょっと見やすいはず、この辺が発火してんのがすごい真っ白けな感じが、これは新一の池地獄みたいになってます、新一か血の池地獄、こんな感じの、こんな感じの、あ、足湯あるよ、足湯入る人、源泉やって、源泉って言うと結構暑いんやね、ダッチダッチ、タオルは販売、じゃあ持ってこようか、タカタカのタカが一番綺麗、カリン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 、ちょ持ってく、あ、熱い、え、大丈夫、そこは熱くない、熱くない、あ、待って、熱いかも、あ、うべ、いいよ、
源泉が出てる。はい、源泉を冷やすシステム。鬼地獄から、あ、鬼坊主地獄があって、どこ？こことここ見れるよ。じゃあこっち、あのグツグツバッ。そうやな。鬼坊主地獄行ける。坊主地獄行こう。うん。どこ？ここ。ここ。行った。あ、はい。やむって言ったら、で入れる。なんか。すごい。98度。これも粘土？ドロドロしてる。ドロか。坊主地獄とか坊主が入ってるみたいに見える。そう。そうそうそう。すごい硫黄の匂いが。やばい。こっちに風が来るから。アシューバーだよ、ここも。隣同士やか、同じ成分だ。すごいね。あの100度。鬼坊主地獄。あれなんか昔もうちょっとということじゃない。でも泥湯ってあるやん。あんな感じ。イメージ。面白そうだったら入ろうって面白い。え、また入んの？多分同じ成分やと思うんだけど。隣同士。こちらプールではありませんって書いてある。家族湯で2000円やってよ。でも5人やからベッド料金かかる。あ、駐車場下って、あ、歩いて5分かかんない。はい、鬼山地獄へ行きました。海地獄からちょっと離れてるんで車で行きました。兄のね、焼きが出てます。はい、これです。ぬいぐるみがある。ワニ。おー、すごい。鬼っぽい。地獄っぽい。はい、鬼山地獄へ行きました。こちらは99.1 度ということで、すごいですね。暑いですよ。死んでしまいます。で、ワニがたくさんいます。あ、暑いワニ。マレーシア。鬼に登らないでください。ワニ。ワニ、ワニの骨がある。でかっ。剥製みたいな。すごいね。イチローやったよ、名前。
富永一郎より命名73歳で死亡しましたって書いてあるから、え、そんな長い。じゃあこれ剥製やな。これカタルキー、ちゃんとワニがいっぱいおるんや。へえー、ワニがお風呂入ってるやつ、すごい。あ、まあ、飛びつくらしい。飛びつかれんで、飛びつかれるって。あれあれあれが多分一番でかいやつ。これこれこれ、どこ上から見た方がふわやな。2代目3代目一郎やった。ジェイソウルブラザーズみたいになってる。変温動物だか、あったかいとこにずっといるんやな。あそこがあったかいのが落ちてくる。冬やから、こんないっぱいおるんや。とりあえず、あ、なんか口開けてるよ。ほら。マグマだまり。マグマだまり。いや、別にこれはいいやけど。義勇さんと胡蝶しのぶがおる。壁画がある。あ、あるんですか。壁画はこれになるんですけど、それはあの隣にあのもう樹齢50年になる、ちょっとちらっと見えてますけど、藤棚が、藤の花があるので、それと共通点があります。皆さん、接通がつく名前の刀鍛冶の人が一輪刀の、これで接通で三段なので、言われてたりとか、そういえば温泉でしたね。そうなんです、そうなんです。あ、なるほど、なるほど。はい、あの噴火してるから、ここら辺は一帯が温泉が出てくる。どこ？浜戸三丁目。85度。わ、なんだこれ。色がめちゃ綺麗。なんて言ってるか。シリカ。岩盤浴やって。ここに。あったかいん。なんかつるつる。あったかい。あったかいんや。あ、あったかい。あったかい。あ、これめっちゃいいね。いや、素足やったら火傷するぐらいやって。じゃあやめて。はい。では行きますよ。もともとこれだけの蒸気が最初から上がってるんですけど、蒸気自体が透明なんで通常では見えてないんですよ。もう一度行きましょう。じゃあ今度真ん中、はい、蒸気ってですね、通常小さくて目に見えないくらいの大きさなんですね。だいたいこれに今うっすら上がって見えてるのは10分の1としか上がっておりません。でそこにこの煙に含まれているたくさんの微粒子、燃え残りなんですけど、これをですね、上がってくる蒸気にくっつけてあげます。そうすることで小さかった粒の蒸気が大きな粒となることで目に見えるようになったんですね。もう一度行きましょう。はい、ちなみにこれ空に向かっている雲を作っているのと全く同じ状態です。では皆さん、続きがありまして、今度はあちらに見えます蒸気の実験しますので、お越しください。園内をお案内させていただきます。どんどん浴びといてください。無料ですからね。でもっと分かりやすいのが最後の6章目、今度赤い剣を表します。皆さんお越しください。どうぞ。あれをさ、締め流しに行くのまあまあ勇気が通常はですね、このように水色の池なんですよ。だけど雨が長時間降ったり緑になっていきます。台風とか大雨が来るすごい雨の時には緑から今度は透明に近いような感じで変化する時があるんですね。その時の様子をあちらの看板に写真貼っておりますので、よろしかったらご覧になってみてください。では最後に6章目です。
はい、かまど地獄に行きました。すごいです。90度ぐらいあるみたいですよ、こちらも。で、蒸気が上がってないんですけど、実際にはすごく暑いような、感じみたいです。95度ちょっともう一回行きましょうかね、こっち側も。すげえ。あ、ちょっと広がってくれましたね。実際にはこれだけの蒸気上がってるんですね。もう一度行きましょう。風が変わった。おお。こんな感じですね。実際にはこれだけの蒸気上がっております。はい、では簡単ではございました。ご案内を終わらせていただきます。皆さん最後までありがとうございました。ご協力をびっくりしていてください。ありがとうございます。違う違う、これぐらいの大きさであるの。なあ、トロパック有名なの。温泉まんじゅうみたいな。こっち？これ足湯。行きたい。せっかくだからちょっと可愛い、入るの？だらけ、何そっち？行くの？砂。びっくりした今。こっち砂やん。あ、そうやで。うん。でも結構暑い。立てるか。うん。ちょっと暑いよ。砂気持ちいいな。気持ちいい。砂の中で足をボーって入れたらいい。これ砂気持ちいいわ。あ、ちょっと、うん、おいで。うん、これめっちゃ気持ちいい。そしたら入ってられる。やばい。一日で入ってやるの。なんとなんと、あ、調べてくれてるの。パパ、水胡椒。美味しそうやな。かまど地獄限定って。写真撮って、写真撮ろう。そういうの嫌いな人は絶対食べるけどね。見て、この割り方してる。縦にドン。反対もドン。おお。それで、ちょっと横寝せて、ゴロゴロと押さえて、転がして。転がして。見せてるわ。あー、すげえ。おー、すごい。一回食べて、醤油。一人、自分でかけるんじゃなくて、人がかける。うん、うまい。全然違う。あー、これ美味しいわ。今めちゃくちゃ出来たて熱いんで、もうちょっと冷めてからのがいいかもしれないですね。気をつけてくださいね。これ何？なんか。かんころも。かんころも。お芋の、お芋です。うまいやつ。ゆずこしょうかけるの甘いやつや。甘いんだ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、あれみたいな感じやな。うん、おいしい。さっきなくなってたの。やったー、ここやね、水買ったある。かまど炭治郎、ご飯の食べながら。まだ結構あるやん。あ、鬼山まで行った。鬼山まで来た。次この3つで終わります。白池、白池歩いていけるのか。ででで、あ、めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。なるほどね。おお、いきなり温泉。はい、白池地獄に到着しました。無色透明だそうです。熱帯魚を飼育してると。それではじゃあ行ってみましょうか。はい、行ってみます。なんかでもどこもかしこも黙々やな。すごいな。今現在地はここで、熱帯魚はこちらにいると。行ってみましょう。おお、
マズ。アリゲーターが。ああ、ヒゲが生えとるから。ピラニア。なんかめっちゃでかくない？3メーターから4メーターやって。でかっ。中から見て見て見て、鱗ある。こんなでかくない？触ってみる？いや、いいんやけど。このでかいのピラニアみたいなやつ、ピラニアなのかな？コロンマ。コロソマ。ピラニアとよく似ているけど性質が全然違くておとなしいんやって。へえ。アマゾン川行って。丈夫な歯がある。スーパーレッドアリクルとかな。こっちの方が綺麗やな。ゴールデン。ゴールデンやったかな。違う、こっちがレッドか。赤いよ。こっちが。やっほー。触ってみてもいい？触ってみて。ミラルクの皮膚紙が置いた。あ、この手ぬぐいって全部あるんや。あ、全部ある？微小レアなグッズだって。これ。はい、血の池地獄に到着しました。ここはですね、別の地獄巡りとはちょっと離れてて、5分から10分ほど、車で移動しました。歩いてくるのはちょっと難しいと思います。ということで向かってます。鬼様がおる。そう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 。あ、これはメジャー。はい、血の池地獄に到着しました。こちらがですね、78度ということで一番低くなってるみたいです。で、粘土の色が赤くなってるみたいですね。ということで、行きましょうか。なんと血の池南高というのがあるそうです。それが、すぐ近くのとこで売ってると、かなり殺菌力が強いみたいですね。で、それ温泉水やって南高があるの。あ、爆発箇所って書いてある。血の池地獄 爆発箇所。すごいね。すごいね。足がですね、結構各所に整備されてまして、私が小さな頃はまだなかったと思います、こんなにたくさんの足は。なので結構入場料だけでも楽しめますね。加水なし、源泉やね。ということはどっかで冷やしてんのか、勝手に冷えてくのかな。なんか血の池地獄とひっついてたような気がするんだな、昔。なんか一緒にぐるって回れたような気がするね。ここでもぎる。吹き上がりますよって。間もなくやって。早く見よう見よう。ちゃんとなんかスタジアムみたいな。ここは変わってないな。階段で。なんかね、何だったっけ。
へぇ、あ、100度超えてるの、100度、あ、そっか、昔なかったよな、あんな、だからもっと高く上がってたのよ、イメージだって、あれ、こんなんやったっけと思って、あ、この石囲いで、そうそうそう、なかったイメージだけどな、大谷さん、あ、公園もこんななってんの、もう足湯場が水がある、いや、もう進みすぎてたりして、とりあえずママ見てくるわ、そうめんやって、変わってんね、関サバリーターを昔はなしに、ディレクター、カシ汁みたいな、番号でこれがイワシ、え、お醤油だ、これなんだっけ、これはタチウオ、見て、辛口、甘口、あ、甘口があるの、3つ目っていうのがある、3つ目、それは甘、あれ、あれ、あれ、ダレ、甘ダレ、これ実はまだ4巻くらいしか届いてない、ネタが大きい、ネタが大きい、もうちょっと2人を結構しちゃう、ネタが大きい、うん、うまいの、あっ、うまいの、弾力がすごいよね、おいしいな、おいしい、カンパチって透き通ってるの初めて見たけど、はい、ご飯食べました、ごちそうさまです、ちょっとやばいぐらい新鮮で美味しかったです、また来たいなと思います、それでは向かいます、お寿司満足しまして、ラストに高崎山のお猿さんに会いに行きました。高崎山へはツアー以外では少しだけ行きにくい場所にあります。国道10号線を別府から大分方面へ向かう途中にあります。水族館も併設していますので、水族館を目印に運転すると分かりやすいと思います。ただですね、電車で行くと電車の駅が近くにありませんので注意が必要です。ただですね、登っていくと可愛いお猿さんがいっぱいいました。本当におすすめします。早いな、どうしたん、タカモ、分かった分かった、タカモやん、これがタカモ、これがタカモ、ああ、え、でもタッキーとミルキーだからこれね、これタカモなの、ちょっとやっぱ海波が高そうやな、どうなあ、猿不足っていうの、たまにあるから高崎山に来ない、へえ、8歳、30歳まで、120歳まで最高で生きるの、あ、まあまあ、あんまり生きない、平均年齢が8歳ぐらいで亡くなるんだ、総選挙とかやってるみたい、イケメン五郎丸尾が2位やって、イケメンエクレに撮ってる、まあこういった展示物もですね、私が小さい頃行った時にはありませんでしたので、かなり整備されています。そしてこの歩道橋を渡りまして高崎山へ向かいます。手すりにもですね、こういったものがありまして、なかなか道中長かったんですけども面白かったです。そしてこのゆるキャラ、タカモンというみたいですね、なんか各所でこういうゆるキャラがいっぱいありますんで、
いろいろと探すと面白いかも分かりませんね。そして山へ登っていくわけなんですけども、なんと昔はなかったモノレールが整備されていましたと言ってるとこに885系が走っていきました。こんなに近くで見れるとは大迫力でした。曲がっていますので振り子が動作してるのも分かります。そしてさっきのモノレールなんですけども、大々的なものではなくて業務用というか企業を運ぶようなものを改造したような感じでした。乗っていてもなかなか面白いですよ。サンフラワーのチケット半券が結構値引きにつながります。そして話題のトロッコに乗っていきます。ケーブルカーみたいな感じですね。なかなか期待値が上がりますね。すげえおもろいね。そうそう、あ、サザルさんがちっちゃくない？あの子ね。ようこそ秋山動物園へ。私は大分市観光大使の千原里乃です。よろしくお願いします。さっしー、これから到着までの短い間ですが、私千原が山の魅力を紹介しちゃいます。今、旭山には約1300匹の野生の日本猿が生息しています。多いですよね。どこ？あ、本店はレールに座ってるから大丈夫な。レールに座ってるから大丈夫な。お猿大丈夫な。あ、逃げてるわ。冬は寒くなります。園内で飲食されていますので、何とも入園してね。上におる。それでは試験に来なくなる。あ、いたいたいた。あ、めっちゃいる。ちっちゃいのがほら、この家に上のとこに。なんか落ちそうなんやけど。ほんまやん。いや、親子やな。かわいいね、ちっちゃいやん。へぇ、ボスザルみたいなの持ってる。あ、ちゃうちゃう、子供背負ってるやん。抱っこしてる。すごいな、おもろいね。これずっと歩きながら下ってても面白いんじゃん。まあ、せっかくお金払ってるとあれだけど。歩いて。あんま近づいたら。え、引っかかれる？引っかかれないけど怖がるやろ。どうぞ、どこがいい？ほら、へぇー。触ったらあかんの？なんか、この子と不思議がってる。めっちゃ触りたいですよ。泣いてる。ちびっこくんが来た。まあ猿からすれば私たちは巨人なわけで。わあ、わあ、なんかちっこいのも多いね。何なんだろう、何だろう。あ、怖がってんの。何なんだ。何なんだ。めっちゃおもろい。さあ、まあ、おっぱい飲んでね。あ、かわいい、めっちゃ。どうした？かわいい、見て。皆さんの周りたくさん子猿とか赤ちゃんおりますけど、お父さん遊んでる。なんか、お猿は全ての子供を自分の子遊んでる。みんなことある。ああ。
そうなの、すごいね。わあ、飛び続いた。でかい、でかい。わあ。やばい。すごいね。やばい。やばい。やばい。ノアめっちゃ喧嘩してる。おばあちゃんとかよく見かけるんじゃない？おばあちゃんはイノシシはよく見かけて、サルはあんまり。イノシシよく見かけるの？イノシシは夜出てくるって言ってた。見て、あの柵の上歩いてる。どこ？はあ。今あの家覗いてる。そうそうそう。お猿さん。高崎山を降りていくんですけども、その間もお猿さんが見えてですね、なんか名残惜しく感じますね。まだまだ小さなお猿さんがいっぱいいまして、お母さんにいろいろと教えられているような感じがしました。お猿さんも人間も変わんないなという感じがします。面白いな。こんなんあったっけ？昔なかったよな。最近できたんかな。こっちから。高崎山ってどうやって登ってたんだっけ。あんま覚えてないな。歩いてやったっけ。昔そうそう、うん、6年の時。え、うん、そうそうそう。坂本坂本買う。そうだね、買ってこう。ママ。ありがとうございます。名前みたいなマスクもある。シャーロットがある。シャーロンさん。それめちゃ綺麗だね、この写真。すごいな。なんかさ、人間が写ってるみたい。ね。そしてここから大分の方へ向かってレンタカーを返しに行きました。行きも帰りもフェリーだったんですけども、なかなか時間の有効活用という面では、朝着いて旅をして、そして寝て帰るという意味では、ある意味とても良い時間の使い方なのかも分かりません。本日はご視聴ありがとうございました。もしですね、少しでも良いと思っていただけるところがありましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。